卒業します。はい、卒業します。1月31日に行われたチーム B2 初日公演にて NMB48 からの卒業を発表させていただきました。 AKB48 に加入して丸10年が経ちます。やっぱりもう次のステップを考えた時にそろそろ考える時期かな。新チームメンバーのサポートもしたいなっていう思いもあり、チーム B2 初日公演にて発表することを決めました。13歳から AKB48 グループに加入して、私の青春時代を考えてみたら、もうすべて AKB グループだったな。私にとってすごく幸せな時間でした。移籍してチーム M のキャプテンまでさせていただいて、私に務まるかなとか不安な気持ちも正直たくさんあったんですが、チーム M のメンバー、スタッフさん、そして何よりファンの皆さんに支えられて、チーム M キャプテンやり遂げることができました。本当にすごく感謝しています。いや、もうたくさんあるんですけど、まあ、NMB のメンバーは私のことを先輩だと思ってないんですよ。例えば MC の時にも鋭く突っ込んできたりとか、 NMB の最年長だからといっておばさん扱いされたりだとか、卒業までには何か一つでも先輩らしい姿は見せたいです。私は10年間 AKB グループで活動して、辞めたいと思ったことがなかったんですよ。辞めたいと思わなかったっていう理由は、きっといつも近くで応援してくれているファンの皆さんの存在だと思っているので、私はファンの方にアイドルの中でも距離が近く感じると言ってもらえるので、皆さんとも距離感を保っていたいなと思っています。やっぱり10年間アイドルを続けてきたので、メンバーと離れるのも、ファンの皆さんに今までより会える回数が減ってしまうのもすごく寂しいなって思うところがたくさんあるんですが、今までやってきたことは今後にも絶対生きると思うし、私は卒業した後女優さんになりたいと思っているので、演じている姿をたくさんの方に見てもらうためにも、もっともっといろんなことにも挑戦していきたいと思っています。これからも変わらず応援よろしくお願いします。皆さん、推し変禁止ですよ。許しませんからね。